たぬきご飯の川山よ。はい、始まりましたですね、はい、始まりました、たぬきご飯の川山よ、うん、毎月第2月曜日24時半からお届けしております、うん、お相手はたぬきご飯の堀と獅子倉でございます。よろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで始まりましたよ、はい、今月も、うん、2月も2月でございまして、14年あバハッピーバレンタイン、あ、開けて4、開けて4ですね。あー、なるほど。はい、ちょっとチョコレートこそないんですけども、あー、こそないのね。こそないんですけども、チョコレートこそないものないんですけども、チョコのように甘い時間を過ごしていただければなと思っております。そんな堀がお届けするオールナイトニッポン。飲んでんの？何？飲んでます？飲んでないです。飲んでないですけど、はい、あのオールナイトニッポンのあのやってますんでね、あの、あ、LINE で、あれってもう終わった？まだやってる？終わった？わかんない。もうそろそろ、あ、発表あった？そういえば。あった？あったのかもしれませんね。なんかね、LINE ライブでこうオールナイトニッポンパーソナリティを探すみたいな、探すのか、そうそうそう、オーディションみたいな、ね、オーディションみたいなのをやってね、やってたんですけど。はいはい。はい、まあ、ということでこのユーストリーム配信はですね、うん、右上のソーシャルストリームというところからツイッターもしくはフェイスブックのアカウントを入れていただきますと、はい、コメントが書き込めるようになっておりますので、はい、どしどしコメントもください。どしどしください。はい、みさきさんがこんばんはいただいております。こんばんは。こんばんは、はい、こんばんはとなっております。イエイイエイですね。本当にこのなんていうんですかね、はい、この細菌を払拭するかのようなハイテンションで今日はねそんなどんより曇り空、いや、寒さとかね、寒さね、あと花粉ね、あ、花粉来ましたもん。花粉はもうとっくに来ておりますよ。あ、そうなんですね、はい、あ、感じず、私、ノン花粉です。え、もともとノンカファー？だって、年中でもそれ以上のもの抱えてるからね、やっぱり。やっぱり重い話。違う、アトピーとかさ。ああ、そう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 、はいはい、こっち年中痒いから。それはね、私も一緒ですよ。あら、年中痒いですから。だからえ、プラスして痒いですか？肌弱いですから、それはにプラスして花粉が乗ってるってこと？はい。うーわ、かわいそう。あ、ダメなんだよ、かわいそうって言っちゃいけないんだよ。かわいそうから始まるいじめもあるからわかる？これ深いよ、これわかります？皆さんなんかあったんですか？本人はそのつもりないから、うん、ちゃんと生きてるから、おうおうおう、ね、それをかわいそうっていうことによって、あれ？俺かわいそうなのかな？え、気づいちゃうんだってなって、どんどん陰に行く。肩こりと一緒ね。そんな、あんなにじゃれ合ってたのに、うん、クラスの女の子が一人、うん、なんとかくんかわいそう、うん、違う、そういう遊びだったのに、うん、かわいそうって言うから、うん、そのなんていうのかな、やられるというかいじられる側の人が、うん、いじめられてるって見られてんの俺、うん、ってなって、なるほど、変なパワーバランスになって、うん、コンパス振りますとか、うん、シャーペン投げるとか、うん、あるから、うん、かわいそうって言うのも考えものです。じゃあ今花粉と戯れてる状態ってことですね。そう私が受粉していると、そうお考えください春先には大変ですよね。でもその芽が出て花が出て、私はなんか花粉症っぽいなっていう時期はやっぱ来るんですよ、うん、3月4月、うん、5月ぐらいかな、うん、わかりませんが、あったかくなってきて、ちょっとほこりっぽい感じ。あー、わかるよ、わかるよ。が、これがもしかしたら花粉症なのかなって思ってる間に過ぎていくパターン。あー、だって目来ないでしょ。あ、でも、取り出して洗いたいっていう気持ちはちょっとわかるけ。あー、じゃあぽいっす、ぽいっす、もう時間の問題っす。そうなの、うん、でも、薬とか飲んだことないです。いや、俺も、あー、まあ俺もあれだな、ここでだな。あー、シュッてやるやつ。そうなの。でもね、なんかこれね、花粉症の、まあ、そのひどい時は飲む人もいるし、うんうん、俺もヨーグルトばっかり食う時もあるんだけど、はいはい、なるべくは花粉症って自覚はあるんだよ、うん、自覚はあるけど認めたくないわ、うん、かる。で、あれでしょ、心の病みたいなことでさ、うん、認めた時点でそうなるというか。そう、だからしんどい時、風邪ひいてしんどい時に、うん、体温計見ないのと一緒。あー、うん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 、ね、うんうん、事実があったら困るからでしょ。そうそうなの、事実をなくすっていうね、うん、作業をしますよね。その作業をするから私はなるべく花粉の薬は飲まないようにして、はい、違うんだ、これは風邪気味なんだって思うように、うん、大変、鼻うがいでなんとかして。鼻うがい効きますよね、鼻うがい効きます、ね、うん、鼻うがいがうまくできた時の爽快感ったらないですよね。鼻うがい俺もううまいですよ、うまいもんですよ。
うまいですか？得意ですか？はい、得意です。特技にもう書きましょうじゃあ、鼻うがいって。鼻うがい。でもあれ、たまにさ、ここの鼻腔に残っててさ、うん、ツンってくるやつでしょ？いや、じゃなくてもう垂れてきちゃう時ないです。あの水が出てきちゃうの。あります、そんなこと。グッてなったら、うん、で、また水だから、うん、あ、出ると思うんだけど、うん、でももう、スッてやっても、うん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 、あの、なんていうの、あの、粘性がないから、粘性がないから、はい、ズワーってなってあ、食い物に入んなくてよかったっていう時は。そうね、うん、別に決して、そう汚くはない、水だからね。そう、塩水だから、うんうん、ただそういうのがありますよね。なるほど、うん、そんな時期になりましたね。そんな時期になりました。言ってもまた寒いですけどね、うん、バレンタインなんて私もすっかり忘れてましたね。あらまあ、それは季節物をやっといた方がいいですよ、うん、いやでももうバレンタインはここ何年かちょっと消えかかってるな。消えかかってます、うん、イベントごととして。イベントごととして、まあね、バレンタインってまあ難しいですよね。でもさ、小さい頃はもう40手前の私でもバレンタインって物心ついた時あったじゃない、うん、あったね、そうですよね、イベントとしてね、はいはいはい、けどもうこの年になるとチョコもなければ、うん、なんかそういうプレゼントもないし、うん、悲しい話ね、うん、感じることができなくなってきたんでちょっと退化してるの、うん、俺の中で。で、ちょうど今、うんうん、あの、あれハロウィンと一緒。あ、一緒一緒ぐらい。ハロウィンちょっと強くなってきてますよ、でも最近やっぱり強くなってきたから、うん、凝ってきたバレンタインと。あ、ちょうど一緒。ちょうど一緒ぐらい。はぁ、だホワイトデーなんか多分もう分かってない、2、3日後に思い出すんじゃないあれ昨日だったみたいな、うん、へぇ、ああ過ぎてたみたいな、ああ締め切りみたいな感覚出し忘れた、出し忘れたっていうでもまあ締め切りないんだけどね、もらってないから。ああそうですね、うん、締め切りはないんだけど、うんうん、そういうことになりそう、どうやら。なんかもうでもあれでしょ、もう何でもありでしょ今バレンタインなんていうものは。何でもありというのはどういうことですか。まあ昔からあります、学生時代からあるけれども、うん、友チョコみたいなのもあるじゃないですか、女の子同士で。本命チョコと義理チョコだけじゃないですか。本命チョコと義理チョコが、うん、まあ、メインというかスタンダードじゃないですか。まあ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 、そうですね。でもまあ私なんか小学生の時からなんかその友チョコみたいなのがあって、うん、女の子同士で交換する。はいはいはい、おー、はいはいはい、やたら作ってきたものを交換するっていう会が、うん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 、繰り広げられてたりする。まあまあそのママのお弁当会みたいなもん、ね、みたいなもんですね、うんうんうん、で逆チョコだりとか。そうだ、もう逆チョコはもうホワイトデーじゃんっていう話じゃん。そう、あ、いいこと言った届け全世界発信で届けこの思い。そうなの、いいこと言った、うん、でしたらさ、逆チョコをもらった人はさ、逆ホワイトデーがある。そうよそうよ、そういうことよ。逆ホワイトはもうブラックじゃねえかっていう話だからね。確かに、それバレンタインじゃん。そうなのよ、テレコだ、ね、もうすごい話、これはもう面白い話、面白い話、うん、面白い興味深い、インタレスティング、インタレスティング、うん、うん、ということでございますよ。経済効果はハロウィンの方が大きいらしいですね。ああ、なるほど、うん、そうなのね、やっぱりもういよいよ逆転。アクアエリスさん、エリスアースさん、エリスさん、はい、アクア、すげえいい名前、エリスさん、はい、うん、なるほどね、もういよいよハロウィン。でもまあそうだよね、もうだってだってチョコ一本刀でしょ、チョコ一本、バレンタインって。でも手を返しな、おかやらせてもらってますよ、それはもう こちらとて。いやいや、でもバレンタインさんで結局チョコ一本刀じゃないですか。いや、チョコなんですけど、チョコにもやっぱ種類があるし、有名パティシエ呼びますし、こっちったら。あ、オタクだってあれでしょ、ドンキでしょ、どうせドンキの感じで来るんでしょ。違う、デパートやから。いやでもゾンビとかあるし、それもだからドンキで、マリオとかドンキでしょ、もうそのもうこういうのメイクとかも全部ドンキで揃えてるでしょ。違う、ごめん、加藤なんですよ、やっぱりこっちデパートでやってますんで、すいません。ロフトいますけどうちロフトいますけどとはいえロフト安くないでしょ、西武ですよデパートって言ってるでしょ、西武ロフトですから赤と黒ですよ、こちらこそやらさせてもらってます。いや、まあ、高島屋でやってますんで、やっぱりすみません、もうそれはもう本当に格の違いと言いますか。山さん、やっぱね、最近のなんですか、ファストファッションみたいなことですかね。
東京ハンズありますけどどうでしょう、高島屋の横、新宿でいうところの高島屋タイムズスクエアの隣接されております東京ハンズ、東京ハンズ、まそれもうちのテナントに入っていただいてるだけなんで、いやいや、ありますけど、ありますから、ありますよ、はい、あるある、はい、あるで、ありますよ、言いますけど、じゃあ、はい、お言葉ですけど、はいはい、高島屋、うん、そちらが、おっしゃってる、うん、ハロンやってますからね、まあまあまあ、まあ、それはね、だからもうこの時点でもうあなたたちがやってることは我々ももう手つけてるんです、はい、さらに、あ、そうですよ、もちろんもちろん、だからそのあのレベル、ランクの違いを言ってるだけで、そうですね、やっぱロフトで2万のチョコ買わないですもんね、いやいや、でも2万近くかけて魔女の格好を買いますからかかってんな、かかってますからボディペインティングみたいなのかけてますからトリコはトリートでございますからこっちはもうトリートトリートですから、これね、そうですか、お菓子あげてあげてだからトリートトリートでしょ、でもなんか、ね、パリピっぽくない、パーティーしてない我々もパーティーですから、でもバレンタインってバレンタインで渋谷の交差点封鎖しないでしょ、我々封鎖しますから、我々って、うん、38歳が我々ってハロウィンになりきるんじゃないよバレンタインってちょっと意味がありすぎるんですよね、そういった意味で、うんうん、わかります、と申すとチョコレートをあげるその告白っていう名目が強すぎるんですよ、あー、わかります、なるほどね、なるほど、でみんなそれをこう紛らわそうとして友チョコだのを始めてるような気がするんですよね、うん、なんかバレたらあれやしみたいな、その学生においてですよやっぱり、うんうんうん、なんかその意味合いが強すぎるから盛り上がりづらいんですよね、この小心者からすると、うんうんうん、ただハロウィンは最初からわけわからんから盛り上がれるんですよね、そうねそうね、そう、手放しでいけるもんね、そう、関係あれへんもん、そうハロウィンは好きな人、うん、関係あれへんっていけるもんねうわーってね、そうバンザーイって言っていけるもんねだからそれはいいんだろうね、そうそうそう、バレンタインとかちょっと意味がありすぎるのよな、ね、クリスマスもまあまあ割とそうですけどね、ちょっと恋人感が強すぎるというか、なるほど、ええまあね、でも、うん、本命チョコなんかもらったことあんのかな、ないな、いやでもシシクラさんは男前だからチョコをたくさんもらってそうですねってカムカイさんが言ってます、あこんばんは、こんばんは、初コメントじゃないですかカムカイさん、確かにここで、ね、ありがとうございます、2回目かな、うん、いやね、もらってもうカバン見せましょうかね今日のカバン、今日のカバン見せましょうかね、シシクラのカバン全くないかわいそう、だからほんか、かわいそうから始まるいじめも俺かわいそうなのかなと思うよこれ、それはあとそれは思って叱るべきじゃないですか、そうなんだよな、俺かわいそうなんだよな言ってみようかな、俺甘いの苦手じゃないんでだそうです、はいどうも、というところで明日ね、おあつらえ向きにライブがございまして、そうなんですよそうなんですよ、一回言っちゃう、一回言っとこはい、明日すごい楽しみ、ね、すごい楽しみにしてるライブがありまして、そうなんです、おダイアンというライブがあります、はい、それは大喜利をするライブとなっておりまして、うん、新宿のネイキッドロフトに行って、うん、何時か7時8時7時かな7時ぐらいかな、7時半かな、はい、なんかそれぐらいから、はい、ツイッターに告知もしておりますけれども、はい、すごく面白そうですよね、そうなんです、大喜利をねするんですけど、うん、ね、初めてじゃないですか、初めてエレキテルさんと、あ、日本エレキテル連合さんとか、はい、ラブレターズ、ラブレターズさん、ラブレターズさんだったかな、ないかなぐらいと、主催の方も初めましてだと思うんで んです、おそらく、はい、はじめましてなんか我々呼んでいただいてありがとうございます、いや本当に、うん、まあ明日以降に言おう、これはな、うん、前日に言うてもしょうがないそんな何があったの、じゃなんかそのさ、事前にこうなんかこうなんか言い訳みたいなこともしたくないからさ、ああそういうことね、そう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 、ああそういうことね、うんうん、明日に向けてね、そう、なんか伏線張るやつね、いやめっちゃ楽しみなんですよね本当に、うんうんうん、ただただ楽しみだから、そうなんです、なんか当日券もちらっと出るような、うんうん、
7時半開演でございます。7時半開演ですね。またね、ネイキッドロフトがいいよね。初めてなんですね、ネイキッドロフト私行くの。あ、本当ですか。はい、いいですよ。え、何が。ネイキッドロフトの人が見ないことを祈ってるんですけど雰囲気うっさんくさいんですよ。見ないでよ、うん、なんかちょっとね、あ、な、サブカルチャーうごめいてるっていう空気がもうなんかある。ビレッジヴァンガード的な。うんうんうん、同じ系列じゃないの。え、そうなの。いや違うけどぐらいなんかその感じがね、いいなあ。じゃあそういう格好してた方がいいのかな。どういうこと。なんかあの私が持っているダボダボの水玉のズボンとかさ。ああ、いいんじゃない。ああ、ぽいぽいぽい、そういう感じ、うん、なるほど。で、あれな、あの明日はどうかわかんないけど、はい、なんかお酒飲んだりポテト食いながら、すんません、すんませんって言って店員がやってポテト運ばれてる中、デデデンってやったりするんじゃない、もしかしたら。面白そう、うん、面白そうですよ、うん、というのが明日あります。明日ありますので、よかったら、そうですね、チケットのその E プラスでの発売は多分もう終わってる、今日で終わったかなんかで、うん、うん、明日当日券がちらっと出るというお話を聞いておりますので、もしよかったら足を運びください。はい、はい、よかったですね。アクアエリスさん、あ、から心が清らかな人だけに見えるチョコがたくさん入っているんでしょって。でも僕が見えないってことは僕が汚れてるってことでいいですか。そういうことでございますね。バッキャロねえ本当に何この時間何の時間これ。いや、こうなっちゃうよねやっぱり深夜になるとね。まだお酒も入ってないですよ、ちゃんとお水ですから。お酒入ってない、はい、この間ね、美味しいお酒の知ってる。日本酒好きですよね。私日本酒は大好きでございます。結構種類知ってます。知ってますよ本当に、はい、あれなんやっけ、言ってください。玉竜って知ってます。玉竜は知らないでございます申し訳ございません。じゃあいっか。どこのやつですか、どこのお酒ですか。どこのか私全くわからないですけど、この野郎めあの玉ですよ。いや、わかります、大体わかります。ドラゴンでしょ、うん、ボールドラゴンですよ。あ、ドラゴンボールの逆。おお、そうなってしまった、得てして、はい、そうなの。いや、そのほらどこの地酒かとかによるでしょ。ちょっと調べてみます。あ、調べてみてください、うん、それがどうだったんですか。とっても美味しかったんですよ。その美味しいもさ、やっぱりいろいろありますから。はいはいはい、そのなんと言いましょうか、お酒の味がしなくてクイクイ飲める飲みやすい感じなのか、はいはいはい、それともちょっとお酒臭いけども、はい、おな、チビチビいけるくーしょっぺーの合うっていうやつなのか。はははは、ね、これはね、うん、今2月14日でしょ。はい、あのね、まだちょっと感想言えないんですよね。んそのロケ3月オンエアなんで。なるほど申し訳ない、あの茨城ですけど、ジェイコム茨城なんですけど。そうですね、でもやっぱりちょっとまだそうですね、そうですね、あのその時に言った秀逸なコメントあるんですけど、あのその味をぴったり表した、うん、これはこれが正解やっていうぴったりのやつがあるんですけど、うん、ちょっとそれ本番で言ってるんで。でも茨城の人しかその正解見れないんでしょ。そうなんですよそれオンエアいつなの。3月1日から3月1日でしょ。3月31日までですね。だから2日に1回もう犠牲つぶやきとして、はい、今日見てくれてる人のために。あ、もちろんもちろん。1日にこの味はこうでしたって言ってよ、はい、じゃあ。もちろんそれ言いますよ。そんな。あ、じゃあ茨城のお酒じゃん。違うよ茨城の茨城の酒屋さんとかお酒のお店がもうものすごい数を揃えてるわけ。あー、なるほど、品揃えのいい酒店に行ったんだ。そういうことえ、もう言わしてもくれないの困って困りんこちゃんですね、もうね。京都らしいですね。あ、京都のお酒。おー、そら、これは販売店なのかわかんないですけど、玉川、うん、玉川は、ニコ玉のことですか。あ、じゃないと思いますよ、玉川。あ、玉川酒造みたいな、そういうことですかね。酒造はね、まだ違うんですよ。なるほどね、はい、あ、でも京都の玉川の、うん、お酒って、ね、そのようです。なるほど、はい、そうなんだ。で、あんまり日本酒飲んでるイメージないんですけどね。ないんですよ。で、うん、めっちゃ弱いじゃないですか、私お酒。そうですね、はい、すぐは、うん、あの赤くなるんですけど、うん、まあそれもそんなに本当に こんなもんよ、飲んだら、うんうん、まあ番組ですしね。でも美味しかったなと思ってね、それを知ってたらいいなと思って。そうか、どんな味かね。だからその水っぽい、私もその、うん、
日本酒でいうと、うん、こうあんまり飲まない人におすすめするのはこういうのがあるよ、はいはい、こういうのがあるよっていうのがあるんです、うん、例えば、うん、まあベタですよ、はい、いやお前それ言うんかいですけど、うん、でもまあまあ上手、うん、鬼殺しはだって飲みにくいでしょ、うん、味とかじゃなくてビジュアル的にでしょ飲みにくいわ、パックでしょパック、洋服着てるお姉さんが飲むものって言われちゃうよ、ね、なんですか、上善っていうね、上善水のごとしっていうね、まあまあコンビニとかでも売ってる、透明の水みたいな瓶に入ってるのはこれ飲みやすいです。はい、それはあのお酒臭くないってことですか、あんまりお酒臭くない、あ、はい、でそんなに酔っても、うん、次の日温めてってならない。あれ日本酒って割とそうじゃないですか、それは体質の問題かな、ならないってこと、ならない、それはね、これ私の見解ですよ、はい、私の見解ですけども、はい、おそらく、うん、醸造酒とか、うん、だと、うん、残りやすいです、お酒の味がするし、焼酎、うん、醸造酒って言って分からん、ワインとかそういうのは、うん、で普通のほら売ってる、それこそ鬼殺しとかはそっちになる。あ、そうなんですね。醸造酒だったと。日本酒が全部蒸留酒ってわけじゃないんですね。で、またさらに、うん、吟醸、あれま、大吟醸、純米吟醸とかってあるので、中島みきや、うん、大吟醸とか吟醸になると、うん、お米をこう研いで研いでして、はい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 、めちゃめちゃ削るんですよね。削るんで、うんうん、それがまたこうなんていうの、残りにくくなったり。なるほどね。はい。いやー面白いですね。でまあこいつ上善なんかいペラペラだな、うん、こう思われたくないんで、うん、はい、もう一個おすすめは、はい、これ静岡の海運っていう、海運、はい、へえ、それはどういった、飲みやすいんですよね、ちょっとお酒っぽいのもあるんですけど、うんうんうん、お酒っぽい味もあるんですけど、うん、これもまた大吟醸で、うん、これは上善よりちょっとお酒の味しますけど、うん、苦手な人は無理ですけど、うん、飲める人はこう、あ、いいですね、飲みやすいですねっていうね。あのさ、私思ったんですよ、思って、よく言うじゃないですか、お酒を飲んだ時に飲みやすいですねっていう感想、うん、よく聞くんですね、うん、はいはい、どうぞ、どういうことですか、はい、こっちからしたら、苦手側からしたら、うん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 、ありがたいんですよ、はい、あのお酒っぽくないとか、はい、お酒の匂いが、香りがそんなにしないとか、うんうんうん、割とスムーズに飲める、引っかかりが少ないとか、うんうんうん、そういうのはこっち側の意見としては分かるんですよ、うんうんうん、飲みにくい側の意見からしたら、うんうんうん、分かるんですけど、もともと好きな人が、うん、飲みやすいですねってどういう感想なんですか。ね、ツンとこない、これだけですね。あー、やっぱりお酒が好きな人でも日本酒が好きな人でも、うん、あ、来るなっていうのは、うん、やっぱりそれ飲みにくいに当てはまるんですか。飲みにくい、飲みにくい、いいねってなる。あるいい、ね、納豆みたいな感じ、いいねってなる。ああ、そうそうそう、納豆みたいなもん、癖がある、癖があるのはあるのでいいけど、うん、癖がないもののことを総称して飲みやすいと言ってくれてるってこと。そう、なるほど、うん、これは分かりやすいですね。このまま昨日からずっと考えてたんですよ、飲みやすいっていう感想、お酒飲む人からしてね、うん、飲みやすいってな、普段飲みにくいんかいって思っちゃうというか。いや、飲み応えが、うん、そういうことですね、うんうん、そう、癖がない、やっぱ癖がないんだ、うん、なるほど、うん、だからダメだなこれ、これ飲んじゃうなこれっていうのは癖がないっていうことです、あの親戚のおじちゃんが言うね、うん、うん、ダメだなこれ、これダメだなこれ飲んじゃうこれそんな言い方するんですね。するするする、まあ難しいですね、うん、そうでございますよ、うんうんうん、はいはい、という私のお酒講座でしたね。お酒講座ね、はい、はい、地酒はまあある程度こうね、うん、毎週じゃねえわ、毎年、秋と春に私日本吟醸酒の会に行ってますね。私行ってますから、うん、はい、そこで怪しげなあの集会に、怪しげな集会じゃないホテルのワンフロア貸し切って全国の地酒の蔵元をこのおちょこ片手にくださいくださいって回るんだから2時間3時間かけてあれ地蔵坊みたいなね。いやもう本当にお遍路さんみたいに回るんだから、後半覚えてないし、コンディション悪いとき、後半寝てるときやんだから、うわ、警備員さん起こされちゃうんだから、贅沢な話、うん、そうなんでございますよ、はいはい、まあ、そんなこと言ってる間にもう30分弱経とうとしてますからね。なるほどね、はいはい、
私、単独とか言うときもいいんじゃない？そうなんです、ありがとうございますね、はい、単独ライブ、たぬきごはん初の単独ライブがですね、はい、3月の4日、18時から、はい、新宿門座の方で開催されることになりまして、チラシ持ってる？持ってない、チラシ持ってなかったな、持ってないと思うわ、はいはい、見せたかったね、うん、素敵なやつ、素敵なやつ、まあ、でもツイッターでいっぱい、まあまあありますのでね、私もアイコンまでありにしちゃったもん、やっぱり嬉しすぎて、いやわかる、わかるんだけど、うん、その俺もしたいんだけど、うん、もうどっちがどっちかわかんなくなるでしょコンビで揃えてポスターにしたら、わかるわかる、ね、だからさっきやったよ、もう私、なるほどねそれやられちゃうんだねあ、はい、新宿門座にて行われまして、そうなんです、まあ、だからありがたいことにソールドアウト、いやー信じられなかった、本当にありがとう、本当に信じられない、お、誰だっけ、ありがとうございます、バレンタインだからバレンタインやったのよ、わかる、わかんないねー、くそということでございまして、そうなんですよね、はい、ありが、本当にありがとうございます、本当に皆様あってのたぬきごはん、本当にそうよ、あれがもう本当に発売する直前まで、うん、どうしよう売れんかった、どうしよう、いやそうよ、俺あの知り合いの団体3つぐらいバババって浮かべたもん20よ、これ言うな20分な、早めに言ったら休みって土曜日サラリーマン、サラリーマン、あいつらとかってやってたんですけど、巡りましたよね、本当にありがたいことに、本当にもうそうなんですよ、はい、だからあとはもうネタを作ったりとかするだけ、チケット買いましてありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、当日はいかに、当日券はちょっとまだわからないんですよね、ちょっと調整中という感じです、そうなんです、申し訳ないです、わかり次第にご連絡させていただきますので、うん、お願いします、お願いいたします、はい、ね、うん、でそれがあるので、そうなんです、うんうんうん、あるんですよっていうお知らせなんですけどそう、いやー、はい、本当にこんなに頭使うんだね、何やろうってなったらさ、うん、意外にないんだよね、意外にないっすよね、石川さんがね、意外にない、うん、うん、もう満足してるみたいな日々に、なるほどね、うん、リア充、うん、でもさ言ってもちょっとそんな期間なかったんじゃない、うん、ほうほうほう、そのやるってなってから、うんうん、本当は、うん、もうオールアニメーションとかやりたいのなるほどね、うん、はいはい、わかりますよ、わかるでしょ、わかりますよ、でもそんなのはもう無理でしょ、そんなのがさ無理かどうかが我々に技術がなさすぎてわからないんですよね、そうなの、もしかしたら 2,3 地でいけるよかもしれないんだけどね、あとそうなのよ、うん、だからそういうのとかになると、うん、なんか狭めてどうのってなっちゃうって うわーってなっちゃうんだよね、まあまあ、あのデパート行って、うん、おもちゃ売り場で、うん、買っていいよって言われるけど、うん、いっぱい入れすぎてうわー買わないってなる感じ、どれもこれも欲しい、ね、欲しいけど、買わないってなっちゃう感じ、あのパクパクパクっていう感じに、ね、うん、なっているんですよね、いやそう、なんと言っても私今回はやっぱポスターがやっぱね、ポスターね、本当に最高なんですよ、堀さん、ありがとうございます、本当に堀さんね、素敵な方とお友達でいてくれてありがとうございます、本当に最高だったと思い、見てくださった方いらっしゃると思うんですけれども、うん、あの土屋ひとみさんという方、うん、イラストレーターの方にね描いていただきまして、いや素晴らしかったね、で私すごい友達だと思ってたんですよ、うん、あの勝手にというか、うん、親友、あのなんかもう昔から会ってましたよね、うん、みたいな感じでノリでお願いしたんですよ、うん、そのなんていうんですか、こうやってくれませんか、うん、みたいな感じのことをノリでこうすごい仲いい感じでお願いしちゃったんですけど、うん、いざ打ち合わせするって言って、うん、こんな感じにしてほしいんですけどみたいなことをお願いするときに会ったら、あれ2回目やってなってうわ、テンション上がったから言っちゃったもののそう、ね、ツイッターでそれこそさずっと見てるから、あーなるほどね、そう、怖い、 SNS って怖いなと思って、もうつながった気でいるんだ、そうなんですよ、あーなるほどなるほど、でその、まあ、私すごい大好きでその土井さんの絵が、うんうん、でこう絶対お願いしたいと思ってたんですけど、その土井さんのスタンプもあるんですよ、うん、あの私がよく使うやつあるじゃないですか、のび太っていう白い、うん、
あれもずっと見てるから本当にずっと会ってる気でいたんですよ。はいはいはい。それがまさか2回目でぶしつけな感じでお願いしすることになって、つっちーさんもしかしたら2回目なのに距離近いのって実はね、あの打ち合わせで僕も会いましたけど、その時実は思ってたかもしれない。ここがすごい仲良くて、すいません初めましてっていう感じでお願いしますっていう感じだったけど、うんうん、もしかしたらこいつ距離近いな、ぐいぐい来るけど2回目ですよって思ってたかもしれない。にもかかわらず、うん、あんなに素敵な仕上がりにしていただきました、ね、やっぱりそこはね、あの持ち前のやっぱり関西のノリ堀さんのね人懐っこさ、関西のノリ人すっきゃでっていうことでございますね、やっぱりね。いや本当に、うん、あ、私見ても珍しいですよあんな、うんうん、うん、こんな、そうですね、まあまあそうそうで素敵なやつを作っていただきましたので、いや本当にね、本当に、まあ、そう負けないように頑張らないとなっていう、うん、感じですね、セバスチャンに比べてだいぶ良かったなって思いますけども、ね、あでもすごい好評ですよねやっぱりね、うん、あのポスターいいよねって結構芸人さんからも、あのお客さんからも言っていただいて、はい、良かったなと思っております、うん、はい、その単独がありますので頑張ってますよっていうことぐらいかな、うんうん、あの行かないよとか、うん、そういう人も、うん、ポスターだけもらってほしい、ね、あ欲しい、もらってほしい、めっちゃあるじゃん。そうなんですよね、もうね、そうなんですよ、はける、はけるならサインで渡して巻きたいぐらいよね、これでこんなんでよければ。あのね、いやもう本当あのポスター好きだから、うん、そうね、うん、なんとかしてほしいですね、みんなに届けたらいいなと思います。たださ、あのもうライブであんまりお配りできないくなってるんですけど、どうですか、どう、あ、チケット買いましたよ、追加でチケット取りました。あ、人気の高さに触れます。そうだ、いや人気ね、高い人気高いといえばね、いいですか、うん、ちょっと待って、その前に、あ、うん、そうで、何をどうしたんだっけ、チラシ、あ、そう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 、うん、で、チケットがもうありがたいことに売れたんで、うん、あのチラシをお配りしてもチケットが買えないっていう状況になってて、うん、なってるんですけど、ポスターだけお配りしてもいいもんです、そういうのってどうなんですどうなんです、私はめっちゃもらってほしいんですよ、うん、いや、もらってほしいよ、大丈夫ですよね、次のライブから折り込みして大丈夫ですよね、大丈夫じゃない、大丈夫ですよね、明日からじゃあ写真もらおう、そうしましょう、うん、はい、そうします、ここにも貼ろう、あ、そうしましょう、貼らせてもらいましょう、貼らせてもらおう、はい、うん、おいでおいでね、はいはい、このね、人気の高さといえばね、うん、我々、うん、知らないうちに人気者になってます、うん、人気者になってます、はい、我々多分もうね、もう時間の問題じゃないかなって思う、あの全く実感がないんですけれども、いや、得てしてスターってそういうもんだよ、本当に。私この間ね、はい、発見したんです、発見しました、何を発見しました、落書き、ネットです、もうあのこれご覧の皆さんはね、はい、ちょっと見ながらでもいいので、はい、追ってもらいたいんですけど、はいはい、よく、うん、CM とかで、うん、あ、この子かわいい、なんて子だろう、はあはあはあ、って思うでしょ、週刊賃貸とかね、そう、はいはいはい、週刊賃貸 CM 女優ってやったら名前出てくるでしょ、出てきますね、桜井日奈子みたいな、うん、で、あ、桜井日奈子っていう子なんだ、うん、じゃあ桜井日奈子っていう子はどんな子なんだろう、うん、って言って今度は桜井日奈子調べるでしょ、うん、したらさ、まあウィキペディアとか、うん、そういうのがある中に、うんうん、事務所プロフィールとかね、そう、はい、まとめみたいなのでさ、うん、あの、彼氏がいるのとかさ、はい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 、ね、カップはみたいなやつ、カップは水着、はい、グラビア、はい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 、っていうのあるでしょ、あるある、あれ、うん、あります、できてました、我々あれができてました、え、はい、カップ、カップは知らんけどカップは知らんけど知らんけど、そうなんです、これがね、うん、ね、多分 Google たぬきご飯ってやると、はい、なんかね、下の方に出てくるんですよ、見てみよう、うん、これね、まず堀さんからいきましょうか、はい、あ、チラシ欲しい、ありがとうございます、ありがとうございます、のほほさん、単独いきます、ありがとうございます、ありがとうございます、これね、はい、堀優子、はい、かっこたぬきご飯の、うんうん、彼氏や出身大学が気になる、あらまあ、そしてあららドラクエとは何か関係あるのっていう、あらららら、ことまで、これね、ほんと書いてくれてる人にね、これ誰が作ってくれてんの、ね、ね、があるんです、うん、だからもうこれ、うん、答えましょう、はい、
ね、気になってる。いや、うん、堀さんのね、ほらこうやって。わーすごー、あるんです。はいはいはい。プロフィールとが書いてあるんです。うん、相方が、ね。はいはいはい。ギター、ピアノとか。うん、で、卒論のことまでもちゃんと調べてあるんですよ。あらまあ、はいはい。うん、あ、でもちゃんと、彼氏について、はい、続いて堀優子さんには彼氏がいるのかどうかということです。はい、彼氏はいそうな感じもしますね。結構可愛い顔をしていますが、あら、いろいろと調べたのですが、うん、あ、現在のところ堀優子さんには彼氏がいるといった情報はありません、うん、なるほど、いろいろ調べたんですって。いろいろ調べたんですね。うん、いるか否かを。いやー、その情報大丈夫かしら、ちゃんと調べられてるかしら。調べられてんでしょうか。本当かしら、その情報。いや、もうこれ語っていきましょう。はい、いるんですか。いません。でしょうね。でしょうね。でしょうね。は失礼でしょう。バレンタインに対してあんなときめきのないオープニングトークをするやつに彼氏がいるわけがないですからね。そうでございますって。このいやいや、甘い時間を過ごしてくださいって言ったじゃないですか。やっぱりでもこの人がね、はい、見てくれてるのかどうか。あ、そうですね。うん、さあ、うん、それでですよ、はい、なんと、うん、38歳おじさん、はい、シシクラさん、はい、これもあるんです。え、シシクラさんのカップ、シシクラさんのカップ、私カップ聞かれてないで。これカップは別にいいんじゃないですか。もう、うん、一応言っときます。すげえ言いたいやつみたいな感じ。でも、いや、いや、言ったら言ったら何ですか。 F です。はい、なるほど、はい、そうですよ。すごいな、やっぱりサイズが変わったのかな。ね、きっと。あのね、最近ね、ルール変わってる。なんで知ってるんですか。ルールが、あ、変わったんだ。ルール多分変わってるんですよ。いつの間にかなんですよ。だからだって F ってすごいイメージあるよ。そうなんですよ。細川文枝みたいなイメージある。あ、そう、わかるわかるわかる。堀さんに風味感はない。加藤玲子感はないですけどね。そうなんですよね。残念ですよね。なるほどね。採寸の仕方が変わったでしょうね。うん、でも、もしかしたら 2,3 日したらここにカップ数はあらってなってるかも。それはこれを見てくれた人だけで、見てくれた人の特権となっております。さあ、そして特権って言っていいのかな。私、うん、私でございますよ。はいはい、たぬきご飯、はい、シシクラタカオかっこたぬきご飯に、うん、彼女はいるの。いるの。出身高校や大学についても、あら、気になる。気になるんですか。本当に気になるんですか。本当に38歳ですよ。38歳のね、出身はボロボロの平屋の、うん、あばら屋の長男坊さんが、えー、そんなに気になりますか。そうなんですね。たぬきご飯のシシクラタカオさんということで、うん、何書いてあるんですか。 しかも、はいはい、堀さんのプロフィールの顔写真でしたよね。はいはい、僕のはですね、うん、まあまあ見ていただければ分かるんですけど、これはですね、うん、高松さんの結婚式の時に撮っていただいたスナップ写真の一番いい顔してる。あの金重さんが撮った。え、これちょっと若くないですか。でも3年ぐらい前ですよ。あ、3年前か。やっぱりいいカメラで撮ってもらった。なるほどね。最高のドヤ顔が映っていますね。もし皆さんね、よかったら見ていただいての、うん、ね、38歳、はい、180センチ船橋でございます。はい、出身校や大学についてはいろいろと調べてみたのですが、じゃあ読みましょう、うん、はっきりとした情報が出てこなかったので、うんうんうん、また何か新しい情報が入ったら追記していきたいと思いますねって、はい、あ、これは追記のチャンスじゃないですか。情報公開しましょう。はい、じゃあ、ししくらたかおさんの、はいはい、出身大学は。私、大学行ってません。はい、ありがとうございます。行っておりません。行っておりません。お気をつけください、はい、気になってた方すいません。大学行っておりません。専門学校でございます。あ、専門学、最終学歴が専門学校になりますね。はいはい、どっちの専門学校だったでしょうか。これがですね、はい、まあ、わかんないと思いますけど、ここ高田の馬場なんですけど、はい、ここにある、うん、ここにあった、うん、日本ジャーナリスト専門学校でございます。お、日本ジャーナリスト専門学校です、はい、の出身です。書き込んでください。はい、はい、ちなみにですけども、ちなみに、はい、1学年下に、うん、次男ボーイズ重原がいます。あら、まあ、はい、これは縁のゆかりもそうです、あるようなないような、うん、はい、でも学生時代は知らないですね。お互いはお互いのことを。はい、はい、で、うん、これね、いろいろ調べたのですが出てこないと書いてありますよね、うん、はい、これなぜかわかりますか。なぜですか。日本ジャーナリスト専門学校、今ないからです。そりゃ出てけへんわな。そうなんです、もうね、なんかなくなっちゃったんですって。ないんですね。はい、あー、なるほど。出てこない、ね、出身高校も気になってらっしゃいますこの方。出身高校気になってます。はい、出身高校はですね、はい、
千葉県立朝日高校でございます。なるほど、はい、全くわからないですね。これちなみにですけども、はい、一つ上の学年に、はい、元アイドルグループディープスの一人です。懐かしい、はい、スピードのお姉さん、うん、あった逆から読んで、そうと言われている3人組、はいはいはい、それもまあ学校で僕が見た覚えはないんですけどがいます。そうなんですね、はい、そして私の10個下に、はい、吉木梨沙さんがいます。あー、どうやら、そうですか、はい、どうやらですよ。面白いですね、はい、で、これもいろいろと調べてみたのですが、はい、はっきりした情報が出てこなかったのにやっぱり理由があるんですね。なんですか。千葉県立朝日高校、はい、もうないっす。ないんですね、はい、そうなんですね。ああ、続々と出身高校を潰す、そうです、モンスターだ。長年の地盤沈下によりもう朝日高校ないんですね。あれ、あれ大学、あ、学校潰しモンスターですか。そうです、私は妖怪学校潰しでございますなので最終学歴の専門学校もないし、うん、高校もなくないんで、はい、もうこれ中卒になるんじゃないかなっていう。中卒ですね、もうそうですよ、もうこう、はい、いや、あの中卒って書いてください皆さん。いやいや、ある、いや、はい、あるわじゃない、ないんだけど出てるよ一応はいってやったよ、卒業式で名前呼ばれて、はいってやったよ。おいで、なんか日本には日本でやってて、はいはい、ジャパニウムになりまして、ジャパニウムになって、アソちゃん、ジャパニウムの相方がアソちゃんで、たぬきご飯を結成しましたと、はい、うん、ほう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 、ということでね。なるほど、そうなんですよ。あ、あれですか、うん、彼女についてですか。いや、ちょっと待って、まだいつこまでいて、あ、言ってないですか。はあ、はあ、はあ、彼女について。続いてはシシクラさんには彼女がいるのかどうなのかということについてですが、うん、現在38歳という年齢なので、はい、結婚をしていても全然おかしくはない年齢ですねと、うん、いろいろ調べてみたのですが、うん、現在シシクラさんは独身で、うん、彼女がいるといったような情報もありませんでしたね。ちゃんと調べたんかって言いたいよ。なるほど、うん、でもこの人いろいろ調べてくれますよね、うん、いろいろ調べてくれる、はいはい、で実際のところ彼女がいるんでしょうか。だからもうオープニングでバレちゃったよね。俺この話するならオープニングでもういないんだよね。チョコに縁ないんだもん。いたら本命もらってるでしょ。ああね、1個だけもらいましたって。俺あの彼女できたらあの隠すタイプじゃないようにしようと思ってるんで、ほういますっていうタイプにしようと思ってるんで、はい、だってあの何の価値もないですもんね。いようがいまいがね隠すことに何の価値もないですもんね。いようがいまいが、うん、うん、いるって言おうと思ってるんで、はい、いないですね。いないんですよ、はい、いないです、はいはい、残念です。そうでしょう、うん、男女コンビだとコンビで付き合ってるんじゃないかといったようなことも噂になったりもしますが、うん、そういったこともないようでしたねって、うん、ネット人気ねよく調べてやがる。詳しいな。よく調べてるな。よく調べてくれましたね。すごいですね。そうなんですよね。はい。いやでもこれをね書いていただいてるんです。いやありがたい話ですよ。知らないうちに。これはもう。これも結構な労力よこんなの。いやそうですよ。うん。ありがたい。ね、まだ見ぬ方ですけども。はい。ありがたいですよ。ありがとうございます。うん。あの何一つ間違った情報は載っていなかったので、うん、そうですね、ええ、うん、大丈夫です。なんで我々が今追記しましたので気はしてないか追加情報アンサーソング、追加情報、ね、追加情報をねお届けしましたんで、あ、はい、お得追加情報のコーナーでした、はいはい、誰が知りたかったっていうのもありますけど、ね、いやでも、ね、まあバレンタインですから、そういう話もね、そういう話もね、まあまあまあいいでしょういいでしょう、うん、うん、ただ本当にこの顔写真のドヤ顔が本当にね、うん、いい顔してるな俺はね。なるほどね、うん、いやありがたい、ありがたい、ありがたい話だよ。ありがとうね、みんなありがとう。何かもうそのさ、なかなかのネタでお返しするのがさ、伸び先伸ばし先伸ばしになってるわけじゃない、うんうん、テレビ出てどうのこうのとかさ、うん、なんかみんなに見てもらいましょうとかがさ、ちょっとだけ先伸ばしになってるじゃない、うん、なんか我々がなんかそう、なんかできんのかねと。ん、どういうこと。なんかその分かりやすいお返し、なんていうんですか、わかんないけど、金銭はない、無理よ。いや無理でしょ、無理でしょ、うん、それはなんか変な感じになるし、うん、なんかねそういうタイプじゃないし、ポチ袋とか変な感じになるし、たぬきご飯のポチ袋に500円入ってても変な感じになるしそれ配ってね、配って今日はお入りだったんでってありがとうございます、ありがとうございますって意味わかる。町内会じゃんそんなの町内会でやりなさいよ、ライブじゃないよそうそうそう、うん、なんかさ、うん、なんだろうね、うん、
感謝祭やる？感謝祭？うん。感謝祭とは？オールスタンダップ？だからそしたらまた賞金を用意してるんですよ。あ、ポチ袋。ポチ袋。ポチ袋いくらあっても足りんなってなってくるんで、そんなしたら。撮影会するじゃん。撮影会な。前も一回言いましたよね、こんな話ね。そうね、うん。いろんな格好して。果たしてそれが感謝のお返しなのかどうかっていう。なってるのかっていう、やっぱさ、うん。そうか。やっぱなんかもう、あれね、なんか決まるしかないね。あれね、オーディション受かって。そうね。うん。なんか、もうあれよ、東京ドームでもう、野球やるかよ。ファン感謝祭みたいなやってるじゃない。はあはあ、おジャニーさんとか、はい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 、巨人軍とかやってるようなことをやるか。そういうことになりますよね。難しいもんですね。難しいもんですよ。うん。どうなの？どうね。感謝はね、しきってるともしきれないですよ。本当に。うん。そういったことです、ね。インフォさんとかもね。インフォさん？インフォとかしていただいたりとか、ね。ああ、そうですよね。本当にありがとうございます。本当に。そうもうさ、うん、つぶやいてもうさ、なんていうの？寄ってないで別に今。うん、こうツイッターにさ、たぬきご飯って書いてくれてさ、うん、なんかじわっとくるよね、やっぱね。そうね。よし、じゃあその玉竜飲む？その日本酒。もう今日もう飲んじゃおう。玉竜な。もう前祝い、単独前祝い。これが玉竜で あればよかったのに。本当になんで玉竜じゃないんだ。今日玉竜を用意してくればよかったのに。なぜなんだ。結構お高いんですよ、玉竜。あ、そうなんだ。あらあら、そうなんだ、ね。そこそこね、うん。まあいいお値段。いいお値段するんですよ。うん、まあまあそうですね。水かかったら怒られる。そうなんですよ。ね、それこそたまにエゴサーチとかするとさ、うん、なんか面白かった。で、私そう、もう本当にこんだけお返ししたい、うん、お返ししたいって時ながら自分の欲望言うんですけど、うんうん、あ、すごいね。本当にだから嫌なんだよ。上司はある程度行った上司はだから嫌なんだよ。ずけずけと自分の欲望言うんですけど、ずけずけ行くしょ、土足で来るしょ。はいはい、今西園寺あやめと、うん、シシクラっていうお月の漫才をやってるじゃないですか。そうなんですよね。もうご存じない方ぜひね、動画とかで見ていただいて、そう YouTube にも全然載ってるんで、はい、見ていただければと思うんですけども、うん、やってるじゃないですか。 やらせてもらってますね。それの成功ってやっぱ同人誌だと思うんですよね。あ、はいはいはい。だからコミケに並んだら我々がね成功だと思うんですよね。そうね、はい、っていうのを言っときますね。噂にはメープルさんのがあるとかないとかっていうの、ね、ああ、そうなんですか。これ分かんない。でもありそうですよね、うん、あんだけ人気だもんね、うん、はあ、それぐらいってことね。そうそうそう、うん、まあエロでなくともエロであってもまあまあそれはいいでしょう。まあまあまあいいでしょ、まあまあ、それは、うん、まあまあそれはね、よしとしましょう。どうそういうのがだキャラ、まあなんかなんていうんですかね、その絵描いてくださる方とかがいらっしゃるんですよ。ああ、いらっしゃりますね。ありがとうございますね。ほんとすげえうまく描いてくれるよね。すごいっすよね。どなたもね、ありがとうございます。すごいんですよ。すごいよ、ほんとにびっくりしちゃうんだから。週1の時もそうだし、うん、ね、去年の週1の時もそうだし、うん、あとなんだっけ、なんだかあ、M1 とかかな、それこそね。あ、そうですよ、時に書いてもらえると思います。うわーってなるよね、アイドルみたいに。夜な夜な泣いてんの？怖えんすけど。夜な夜な泣いてんすか？もうちょっと日本酒飲んで泣いてんすか？一人で。そうですね、まあまあまあ、怖いなー、ありがてーなと思って思っとる次第でございますよ、うん、本当に、うん、うん、ね、っていうテンションになるにはあと10分ありますからね。え、まだあと10分ありますから、もうでも告知することいっぱいあるでしょう。そうですね、今なんてね、うん、はい、日本には日本ジャパニウムときてたぬきご飯ってテイスト急に変わる。ほんまや、あら、知ってるんでございますね。あ、でも今言うたからや。あ、そうか、あ、違うテイスト変わったってことはテイスト知ってるってことなのかな。え、だから日本には名前のってでしょ。あー、そういうことね。日本とかジャパン、はいはいはい、これはあのね、ですねって、そうなんです、同じ地元の友達につけてもらったんです。日本には日本と、まあ、ジャパニウム、ジャパニウム、だから好きなんだろうね。あ、その人が日本が日本が好きな友達、シーナリンゴみたいですね。なるほどね、うん、そういうことね。いや、分からへんけど分からへんけど、適当に言ってるから。分かんないことを放り投げないで、適当に言ってるから
こしとら。これ投げないでいただけたらありがたかったんですけど。で、たぬきご飯を私がつけましたんで。そうです。はい。そうですね。ネーミングに関してはまあそうっすね、人任せっすよね。私？うん。うん。だって今回単独の雲に佇む虹を描くっていうタイトルでやらせてもらうんですけど、うん、それもなんか別にはーいみたいな。うん。ねえ、どうしますって言ったら、まあまあ別にみたいな。うん。じゃあ、偏るから私。偏るから？うん。え、どういうこと？底辺が多いとかですか？いや、そういうんじゃなくて、あんまり払拭みたいな。こういうのをや、こういうのがいいって言っても、うん、多分うんって言わないだろうなと思うから。え、例えば、じゃあ例えばそのいいで、例えばでいいです。もう絶対使わないですから、それは。だってもう決まってるから今回の単独ライブの名前はね。おうおうおう、うん、例えばどういったものが、どういった単独ライブのたぬきご飯、初単独ライブこの名前ですっていうやつ。レッスルマニアとか。あ、ね、あとデイトナ USA とか。うん、そういう、それはある言葉ですか？ある言葉な。ああ、ある言葉なんですね、うん、で、まあそのレッスルマニアっていうね、アメリカのプロレスの祭典があるの、はいはいはい、でっかい、それをちょっともじってなんかしようかなとか、うん、例えば、ね、キャラの漫才やるからキャッスルマニアとかにしてみようとか。お城になってモテるやん。そうなの、うん、だからそれも含めてなの。キャラクターあレッスルマニアを足してキャッスルマニアになって、いや城になってるじゃんかまで含めての一ボケね。ほら、だからもうお任せしたんだよこういうことになるから。いやいや、でもそれはもうそれが良かったよって方もいらっしゃるだろうから、ね、まあね、うん、わからないですよ、そんなのやってない。だって意味わかんないですもんね、雲に佇む虹を描くって。まあね、うん、うん、でもなんとなくいいよねってなってるじゃないですか。なんとなくいいねってなってるじゃないですか。雰囲気ね雰囲気あるからいいんですけどいいねってなってるから、うん、うん、分かんないです。だからつけたもん勝ちというかね。いや、そうそうそう、だから全然その いいよっていうぐらい。いいよってね、うん、どうぞっていう。あんまりそうですね、あんまり何も言わないんだなと思いました、うん、何も言わないんだなじゃないのよ、うん、だからレッスルマニアって言っても多分通らねえだろうなと思って、うん、だから逆に、うん、そっちどうって聞いて、うん、で、ああ、でも思ったより一発目が良かったから。なるほどね、そちらがね、はいはい、だからじゃあいいですよっていうことです。ありがとうございます。いや、ほんとこちらこそ、はい、よかったです。よかったです、うん、はい。ということで、そのさっきも言いましたけれども、うん、あ、明日の、お題案が当日券がある可能性があるっていうのと、うん、続きまして、あれですよ、 7×15。 あ、その前にコントサークルありますね。あ、そっか、コントサークルがね、はいはい、あるんです、今週末ね。18日に新宿門座で、うん、浜口コントサークルというライブがあります、はい、ユニットコントをいっぱいするやつです。で、シシクラさんは今回台本通ってるんじゃないですか。そうなんですよ、ね、そうですね、はい、シシクラの台本のコントを見ながらやってくれるっていうやつが、はい、あったりとか。あったりします。うん、そして21日に関東ゲラゲラゴールド。そうですね、というゲラゲラゴールドがあります。こちらも新宿門座で夜7時から、はい、うん、1000円、前売り1000円の当日1500円かな、はい、なって、あ、どっち、1200円だっけ。1200円だっけ。1200円で当日1700じゃなかったっけ、だったっけ、うん、かな、うん、っていうのがあります。あります。リプライとかいただけますと、前売り、取り置きという形を取らせていただいております、うんうん、前売り料金になる、取り置きじゃない、厳密に言うと取り置きじゃないんですけど、うん、そうなんですね、そうなんですよ、前売り料金になりますので、うん、置かない、いっぱいだった場合は置かない場合もあるのでね、そこはね。そう、でもまあ大丈夫だと思われます、うん、はい。そして22日がお気にライブ、うん、お気にライブだ、ええ、そうかそうか、毎月楽しい楽しいお気にライブ、ただただ楽しいね。ただただ楽しい。本日は晴天なりさんの主催、主催なのかな、ライブ。晴天ちゃん、うん。晴天さんが接しやすい人を集めてくださってライブをするっていう、とても和やかな雰囲気の。でも和やかで楽しい。楽しいライブがございますので、うん、よかったら、浅草橋から徒歩2分ぐらいの。そうですね。秋葉原 0G というところなんですけれども、ね、そちらも19時からやってますのでよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。でや。うん、これや、来た23日そう7組 ×15 分ライブというのがありまして、うん、
そうなんですね、これがねなかなかなんですよ。これ奇抜ですよね。初めてじゃないですよね、こんなのね、はい。15分の持ち時間、一組15分の持ち時間で何をやってもよくって、うん、それを7組やるというライブになっておりまして、何が起こるかもさっぱり分かってないです、私たちには。そうなんです、はい。誰がどんなことをするのかも聞かされてないまま。そうなので、あれだよね、その7組、それこそピーマンさんやらヒコロヒーやらブルマ、ブリキカラス、我々、セツコさん、あ、セッちゃんもいんのかかな、うん、うん、あと一組は、あ、三日月だ、あ、三日月さん、三日月マンハッタンさんね。どんどん7組はいなんだけど、でもこの7組が舞台上にボンってなることはないんだよね、多分ね。おそらくですけど、まああのオープニングエンディングをどうするかも全く知らされてないんで分かりませんが、15分のなんかね、お試しき、そうなんですよ。お試しって言ったらあれなのか なんていうんだろうな、なんかパドックなんですかね、うん、まあまあ持ち時間が長い分何やってもいいよなんていうことなんですけども、何やってもいいっていうね。だからちょっと何が見たいよっていうのはちょっとあればあと4分でなんかこんな見たいよっていうのがあればね、あの答えできる範囲で、それはね、そうね、そのさすがに全裸とかは無理なんで、やっぱりこう、うん、それはできないんですけども、言う人いるまあいるからそういう風に言ってんのか。でも見てる人はね、深夜なんでね、深夜なんでね、ノリってあるしね、ノリってあるからね、うんうん、そういうのもあるよね。とかなんかそう、そのライブがありますので、こちらは7時からかな、7時からですね、ですかね、うん、ちょっと待ってくださいね、調べますんでね。15が7組で、はい、1時間45分、はい、なるほどね、1時間45分のライブだ、わかりやすくぴったり。そうなのか、いや、うん、じゃああれだ、やっぱり被ることないかもしれないですけど、はい、7時開演で前売りがこちらも1200円で、うん、当日1700円となっております。ピアで買っていただいても結構ですし、あの取り置きも多分できますので、いやでもこれはちょっとね楽しみでございます、はい、ぜひぜひいらしてください。その、うん、別にさ、はい、我々は一応笑いやってますから、うん、そんなやっつけとかはないんですけど、はい、本当にこの最近全部いいライブ多くてさ、そうなの、なんかさ、このおすすめですみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、それを書こうとしたんですよ私、うん、このライブめっちゃ来てほしいみたいな書こうとしたら全部来てほしいってなって思って、そうなのよ書けないですね。逆にもうこれは捨てでいいっすよって言う、なんで何言ってんの何言ってんの本当にね、ないですよ、そんな、ないのよ。でその次が10年一突でしょ、26日ね、はい、そうなのよ。日曜日26日は10年一突という、うん、あの今年1年間やらせてもらうユニットライブがありまして、 それは U&C さんでやらせてもらってるんですけど、うん、あのスキーソングさんとか、そうなの、あのダンシングヒーローさん、ダンシングヒーローさん、ロビンソンズさん、ロビンソンズさん、中村涼子さん、うん、ゾフィー、ゾフィーさん、あと、サンスケさん、サンスケさん、ミフクさん、あー、ミフクさん、うん、あれ、もっといた、もっといた気がする、我々か、我々8組 なんかね、忘れちゃってる気がして申し訳ないような気がするけどでもこの8組だった気がするな、めっちゃ楽しい、うん、1回目1月にやらせてもらって、違う、2月、そう、1月か、1月末に第1回目をやらせてもらったんですけど、うん、やっぱり皆さんすごいですね、うん、すごい、何やっても面白くしてくれるというか、本当にもう本当に勉強になりますわっていう感じとともにへこむんですけど、うん、まあまあ、いやだからね、これもおすすめでしょ、うん、そう、もう全部おすすめなんだ。10年一つはバッシュですかね、きっと、うん、次ね、バッシュ、新宿バッシュで行います。そうなんです、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、で、ボーダーラインも、ボーダーラインというのがまた門田でありまして、門田で28日にあります、うん、ちょっと言い過ぎたな、分かれへんな、そうなんだよね、うん、わかりやすいカレンダーとかね、うん、あ、そう、わかりやすいカレンダーってさ、その Google カレンダーを作ったんじゃないですか、私たち作りましたね、たぬきご飯のアカウントでね、うん、作ったんですけど、それってアカウントとパスワードを皆さんにお知らせしなければ 見れないっていう状態になってて、うん、でそれはちょっとさすがにあれなんで、メール勝手に使ってなんか変な買い物されたら嫌なんで、
あー、そういうことになりうるってことか。そうそうそう、 Gmail のアドレスなんでね。はあ、はい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 、ちょっと残念でしたけども、なんかの方法で共有とかなんかね、うん、閲覧できる、できそうですよね、もうね、あったらね、うん、なんかたぬきご飯カレンダーみたいな、でんすけみたいなあるじゃないですか。まあいいや、お時間も時間ですし。何ですか、電録、豆は電録の話ですか。予定をこう、みんなの予定を合わせる、 LINE スケジュールみたいなやつ、みんなの予定を合わせるやつ。あー、そういうのはあるんですか。あるんですよ、それもね、うん、まあまあ、でもそのまあね、手間だからな、ちょっともう考えましょう、このウェブ時代、大ウェブ時代に。あ、大公開時代みたいに言うじゃん。お、その通り。もうさ、もう電池切れましたね、いよいよ。もう半だからっつってた。ということで、あ、最後の電池が。ね、リモコンで言うとコロコロやった後の最後の電池で締めますよ、ホルさんが。ありがとうございました。今月もありがとうございました。はい、来月も、第2月曜日、たぬきご飯の川山陽をやってますので、よろしければご覧ください。そして単独大反省スペシャルになるかどうか、なるかどうか、うん、そして YouTube にもこれの動画アップされますので、よかったら見てください。はい、ということで、2月のたぬきご飯の川山陽は以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、たねー。